はい、大変なことになりました。裏の方に回っていきます。ゲストハウスの裏の方です。石垣が崩落しました。いやー、これどこまで行ってんだろうな。あの向こうまで行ってんのか。下から撮ってみないのわからんな。いや、これは大変なことになりましたよ。ちょっと下の方に行ってみましょう。はい、ちょっと純子さん、ん、大変なことが起きましたよ。はい、はい、もうブログでも上げてますけど、はい、大変なことが起きました。もうこのタイミングでこんなことが起きるみたいな、バチ太田ってやつ、バチ太田バチ太田な。いや、今年はさ、うん、ずっと雨続いたやん、うん、だからかなりこう地面が緩んだっていうかさ、うん、そうやな、自分たちの気分も緩んじゃったかな。いや、もうでも膨れ上がっちゃったっけな、ちょっとこう盛り上がっちゃったやん、うん、あの表面が、うん、そうそうそう、石垣の、まあそれはもうもともとここを譲り受ける時からもう言われてて、うん、これこうなってるから修理しないかいかんよっていう話だったんですよね、うんうん、そうですそうです、はい、で、アバエクはもうちょっと持つかなって、そう、なんとか持たせたかったね、持つかなと思ってて、うん、まあ、周りの人からもやらないかんのかとか言って、いいんじゃねえかみたいなことも話されちゃったんやけど、うん、そうそうそう、せやねんやねえかっちな、みんな思っちゃったんけど、崩壊しました。近所の人もあらあらちょもよくはな、ちょっと行ってみましょう。はい、取るよ、うん、取るよ。ここな、ここのスペースいいよな、うん、ここバーベキューしたよね、ここで。そう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 、ここはね、あの、うん、雨が降っても大丈夫な場所なんで。で、夏とかは結構こう風が通る。ここの家はね、風が通る、風が通るよね、すごくいい、うん、風が抜ける家ですよ、ね、ちょっと冬は、ね、寒いか寒いかもしれんけど、なんかここいいよね、うん、ここはとってもいい場所。浦田さんとかとも一緒にバーベキューしようって、うん、で、乙女がね、今バーベキューコンロを作ってくれる。そうなんよ、乙女が堀さんやろ。そうそうそう、堀さんがバーベキューコンロを作ってくれよって。嬉しいな。でもうぜひね、うん、あの、一応イベントは12月か1月に、うん、まあ、ちょっと予定するけど、うん、餅つきもしましょうっていう、うん、ちょっと予定を立てるんですけど、まだゲストハウスはできちょらんけど、ね、できてないけどね。庭を使って、そうそう、ここと庭と使ってね、うん、それとあとはそのバーベキューもやりたいなっていうふうに思ってるので、うん、はい、あの、ぜひそれは実現したいなっていうふうに思って、はい、浦谷さんがあのバーベキュー一式持ってきますって。いや、それはもうお荷物になるんでこっちらで準備しますっていうことだったんですけど、ここのスペースは本当いいですよね、うん、本当そうです、ここで今結構手伝いに来ていただいた時はこのテーブルでお弁当とか食べてるんですけど、そうそう、なんかいいですよね、うん、とってもいいところです、すごくいいスペースです。こっちは倉庫ですけどね、あ、この倉庫がね、この扉がいいんですよ、なんか昔のなんかね、はい、納屋って感じ、はい、今ちょっと置いてますけど、はい、これね、うん、いいですね、そうそうそう、まあ、この、はい、ちょっとこの鍵はなかなか渋くていいな。よっしゃ、はい、ちょっと本題行きましょう、はい、先ほどちょっと撮ったんですけど、私一人で、うん、おう、すごいことになりましたこれ、石がすごいことになりました、あの、向こうまで落ちてるね、うん、ちょっと下行ってみましょう。これ乗っちゃったらここがボコッとか下がるとかないやろうな。分からん。そう、下がるかもしれんな。なあ、怖え。怖え。はい、じゃあちょっと下行きましょう。はい。はい、
こちらが現場でございます。はい、すごい状態です。報道局からニュースですよな。これすごいね、うん、あのね、うん、ここをお話に聞くと、うん、ちょうど今崩れてるとこあるでしょ。はい、これが、うん、この昔あの石垣を積む職人さん、うん、ここから弟子が、うん、積んだらしいんですよ。あれ、じゃあこっちの綺麗な方は、まあ、親方が積んで、でこっから弟子が、うん、お前試しに積んでみろって、うん、でここは弟子が積んだらしいんですよ。ああ、弟子が積んだところが崩れた。見事に、はい、見事に、はい、こっちは別になんともないんで。何十年前の話？だからもう60年以上ぐらい前。そうやろな、なんかそうやって言ってた。なんか向こうからずっとここまで石垣を積んだんやけど、うんうんうん、この崩れたとこは弟子が積んだらしい。これだけの年数が経ってやっぱその技術の違いっていうのが出るってことか。そういうことやわ。はあ、これなすごい、ついつい見てしまう。阿蘇溶血業界が。そうやな。そうそう、やっぱね地元の石やと思うわ。あ、うん、あでもそんなにえぐれてはないんだよね。うんうん、そんなにはえぐれてないから。さっきあのあれのコンクリートの上立った時、下がもしかしてうっとんとん空洞、うっとんとんなんかなと思って不安に思ったけど、そこまではないね。そこまではないね、うんうん、ちょっと行く、はい、まあこんな感じなんですけど、はい、あとクラウドファンディングあと1日です、はい、あと1日になりましたけど、うん、最後の最後まで、うん、諦めたくないっていうのがあって、ね、あのご支援していただいた方にね、うん、最後の最後まで目標今達成してるんですけど、うん、最後の最後まで、うん、きちっと全力を尽くして、そうですよね、はい、あの頑張っていきたいと思います。ゴールの手前で、はい、もういいやって立ち止まるんじゃなくて、はい、ゴールのテープをバーって切っていきたいですよね、はい、うん、こういうこともありましたし。これはちょっと想定外。これがね多分200万ぐらいかかるだろうなっていう、うん、まあちょっと修理の最初は見積もりはいただいてたんですけど、うん、まあ、ここまでこうなってしまうとあの値段ではできないと思う。はい、200万はかかるかなっていうところなんで、うん、最後の最後何ちかな、前向きに考えれば、はい、お客さんが入る前に、うん、もう思いっきりこうなってくれた方が、うん、諦めがついて、そうですね、よかったかもしれない。そうですね、うん、いうようにそのちょっと持ってくれんかなとかさ、うん、もうちょっと様子見ようかなとか思ってたんですけど、うん、そうです、もうこうなってくれたらもう絶対してないかんから。そうで危ないから立ち入り禁止かなんかにして、そうそうそう、しとけばいいんじゃないかなんてね、そう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 思ってたんですよね、うんうん、だけど立ち入り禁止どころか、はい、もうご来館やろってご来館ようになりました。ね、うん、でもちょっとこれ早めにやらんと。そうですね、もう早めに見積もりをお願いしましょうかね。まあ、ちょっとこういう風になったというご報告と、はい、あとクラウドファンディングはあと1日という風になりましたので、はいはい、最後まで皆様どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします、はい、諦めませんよ、諦めない、うん、頑張ります、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。